FUFP 保険チャンネル、6月になりましたね。今年も半分が経過しました。どうですか？皆さん、見ていただいている方、保険営業の方がほとんどだと思います。チャンネルをご覧いただいている方はですね、意識の高い勉強熱心の営業の方ばかりなのかなと思います。昨年より爆発的に成績が伸びた方、成長された方、たくさんいらっしゃるのかなと思います。反対にですね、今年ももう半年経ったな。例年通り、パッとしない成績だったな。そんなこと思ってないですか？来年頑張ろうと思ってるあなた、今年まだ半分あります。やりましょう。きっかけを作ります。ということで、皆さん、ついに決まりました。7月6日ですね、TOT の梅澤美代さんと TOT の伊藤理沙さんのスペシャルコラボセミナーが開催決まりました。今回、TOT が2人います。しかも美しい女性2人。YouTube でもお二人にご出演いただいておりますが、すごいですよね。お二人とも結婚されていらっしゃって、お子さんもいらっしゃって、ちゃんと休みも取ってます。男性募集人の方、泣かないでください。まだ希望はあります。お二人ともですね、あんまり現実離れしてるんですが、梅澤さんはですね、法人中心ですが、今も個人保険もちろん取り扱ってるってことなんですけど、伊藤理沙さんに関してはですね、個人保険中心で、地元が大阪なのにですね、東京でゼロから営業して、今 TOT 3回やってらっしゃいますね。どんな内容になるかというと、事前にお二人にインタビューしてきました。お二人ともお忙しいので、無理やりアポイント取ってですね、私が車でお二人をアポイント先に連れてく、その間にお話を聞かせてくださいということでですね、話を聞いてきましたので、その様子をお届けしますので、どうぞ。今緊急で回させていただいてるんですけど、7月の6日にですね、はい、梅澤美代さんと、はい、伊藤理沙さんの WTOT のですね、保険営業向けのセミナーを開催していただくことになりまして、ありがとうございます。どんなことを話すのかなとか、事前の告知というか、そうですね、そういった目的で今動画を回させていただいておりまして、はい、伊藤さん時間がないので、僕が次のアポ先まで車で届けてる間に動画を撮ってるという感じでございます。はい、はい、今回テーマがですね、マーケット行き先に困らないセミナーっていうテーマなんですが、伊藤さんは個人マーケットでいらっしゃると思いますので、保険営業パーソンに響くお話をしていただけるんじゃないかなと思うんですけど、触りだけでもどんな話をされるのかなというところを伺いたいなと。個人保険で TOT ってどうやってやるんですかってよく聞かれるんですよね。はい。でも皆さんと何が違うのかって、多分当たってる数だけだと思うんですよ、うん、まあ、もちろん単価も高くやってるつもりですけど、はい、それよりも圧倒的に行ってる数が多いと思うんですよ。だからみんなも行き先の数だけなような気がするんですよ、はい、だから皆さんも私もその対してその和方の差はないような気がしていて、はい、別に私普通のプレゼンしてるんで、はい、それよりも圧倒的な差は行き先の数だから、その数を取得すれば、はい、みんな個人保険で TOT は狙えるんじゃないかなと思っていて、はい、その数の作り先をご案内したいな、はいはいはい、その一人の人に紹介を依頼したところで、はい、うん、その人紹介してくれるのって大体1人とか2人じゃないですか。まあそうですよね、うん、そんなに何人も紹介できないです。だから一気にドップッと、はい、見込み客が現れるようなセミナーのやり方とか。ああ、だから数さえあれば、はい、みんな TOT になれると思うんですよね、はい、うんうん、伊藤さんはもともと関西出身なのに、うん、東京でゼロから、ね、ゼロからね TOT になってらっしゃいますからね。そう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 、ゼロコネクション、ゼロコネクションを取れてますから。では申し込みフォームから皆さん、はい、セミナー申し込み参加していただいて、あとあの現地参加の人とのちょっと懇親会もあるんで、うん、伊藤さんとお話、ね、できる機会がありますんで、全国から来てくれるの楽しみにしてます、はい、いや価値ありますよね。だって全国から来て交通費かかったとしても来た方が絶対いいと思います。多分その生まれ変わる日だと思いますんで、なけなしの交通費出してくるか人もいるかもしれないですけど、ね、それがなんかよく夜行バスで会いに来てますもんね。余計にいろいろ教えてあげたいなと思っちゃう、はい、で皆さんちょっと演出してきていただければと思いますが、次余裕あるのになんか夜行バスで来るみたいな。お二人とお話できるの楽しみにしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、ではありがとうございました。待ってます。はい、ミフ FP 保険チャンネルでございます。すいません、梅澤さん、突然お時間いただきまして。はい。突
然でした。はい、あの7月の6日にですね、はい、伊藤梨沙さんと梅沢さんセミナーやっていただけるということでですね、どういうことをするのかとかちょっと事前に告知をしたいと思っておりまして、はい、触りだけでも教えていただければなと思うんですが、はい、タイトル何でしたっけ。行き先に困らないマーケット開拓です。すごいタイトルつけましたね。ちょっとあの大げさかもしれないですね。これやっぱ仕組み作りっていうのがね、うん、一番重要かなって思いますので、はい、まあ、どうやってじゃあ仕組み作りをすればいいのかっていうところがやっぱり一番ね皆さん知りたいところかなと思いますので、どうせ梅沢さんだからって言われちゃうことが多いんですけれども、うん、私が2年目3年目で行き先が困りそうな、うん、このタイミングだったらどんなことにお金を投下して、うん、はいはい、どんなことに時間を割いて、うん、どんなところを着目してやっていくかっていうところをお話しできたらいいんじゃないかなと思うんです。はい、うわー、すごい。あの一般的にまだ話してない、まあ、自分がどうやってこれを取り組んでるかとかっていうのは、私ノウハウ普段言わないのでね、うん、そうですね、はい、だってつなぐんで初めてセミナー資料も公開したし、ありがとうございます。あれ結構すごい反響でしたからね。いやすごかったです。今回もでも、はい、それこそね大分とかの研修動画とかも、うん、はい、本当につなぐんだから無料で出してますから、うん、はい、そのあたり多分期待していただいていいんじゃないでしょうか。ありがとうございます、はい、大いに期待していただいて皆さん参加いただければと思いますので、はい、変わります、ま、マックステンションです。今聞いてマックステンションでも低め今回現地参加も100名以上入るようになってますので、八重洲です。東京駅降りて目の前です。新幹線降りてすぐです。はい、新幹線で来いってことですね。バス、夜行バスでも使っても来る。ああ、でも前回、はい、どちらから来てくださったんでしたっけ。前回は、名古屋、静岡、そうですね。遠くとかも行ったんじゃないですか。いらっしゃいましたね。はい、距離をあるのに来てくれる方っていうのは、はい、それだけ足を運ぶじゃないですか、うん。で、運を動かすって運動って書きますよね。はい。で運を変えたいときって、はい、距離をかけて来るといいって言われてるんですよ。そうなんですね、はい、そういうセミナーとかで自分がこう受け取りたいもの、はい、うん、で受け取ったものをよく私が与えるって言いますけども、はい、その与えるときも求めるっていうね、うん、与えるためには受け取んなきゃいけないし、はい、受け取るためには求められる環境作りってのはすごく重要なんですよね、はい、でその時にやっぱり運を動かすために距離をかけてお金をかけてきて、でそこで私もエネルギーをいっぱいこう出して、そこできちんと受け取ってもらって、またその自分の元の活動場所に戻ってね、うん、与える側に回っていただけると、うんうんうん、すごくこれまた循環につながるんじゃないかなと思うんですけど、好きなこと。なのでね、そうやって意識して、はい、あ、これ無料だけど、うん、交通費をかけてきたと思って、うん、それを参加費として考えていただけたら、ちゃんと自分に戻ってくることなんでね、はい、うんうん、だからこそね、無料でね、そうですね、やって、まあ、つなぐん活用してもらって、はい、より生産性を上げてもらうっていうところがね、はい、やっぱり重要なんじゃないかなって思うんですよね、うん、ありがとうございます、はい、オフライン限定セミナーもやります、はい、現地での参加をぜひお待ちしてますので、もちろんね無料のオンラインでね、はい、手軽に見ていただくのもすごくいいとは思いますけど、ね、まあ、そうですね、はいはい、ミュートした方がいいですよね、はい、ミュートの今回はですね必要ない。あ、いいんですか、はい、そうです、もう最大まで課金してるんで大丈夫です。やっぱりさすが500人超えて、はい、反省しました、はい、反省しました、さすがですね、はい、でもケチるといいことないっていうのは、はい、と思いましたので、ありがとうございます。こんな機会なかなかないですからね、記念、はい、を超えるというか、うん、業界をやっぱり良くしたいなという思いになりたいので、ぜひね、振るってご参加いただければなと、よろしくお願いします、思いますし、はい、普段喋れないことも放出していければなと思ってますので、ありがとうございます。梨沙さんとも打ち合わせをさせていただいて、はい、はい、素晴らしい、ね、うん、セミナーになる準備をさせていただければなと、はい、かしこまりました。ではでは皆さん、また4月にお会いしましょう。はい、皆さん、では、ありがとうございます。